他は、ハエモクイトカクアモクカカに属する昆虫である、イエカ族、ヤブカ族、ハマダラカ族など35族、約2500種約3000種が、世界に存在し、うち日本は100種程度である。人などから血液を吸う、吸血動物であり、種によっては、各種の病気を媒介する、衛生害虫である。河の最も古い化石は、1億7万年前の、 中世代ジュラキの地層から発見されている。カルワセタロンジェリアラタのメス幼虫一生のうちで、卵を幼虫サナギ成虫と完全変態する。卵からサナギまでの期間は種や温度によって変わる。イエカの一種キューレックスターサリスは、摂氏20度の環境では14日で、生活感を完成させる。摂氏25度の環境では同日である。カは人類にとって、 最も有害な害虫である。メスが人体の血液を吸い取って、かゆみを生じさせる以外に、伝染病の有力な媒介者ともなる。蚊によって媒介される病気による死者は1年間に75万人にも及び2位の人間を抑えて、地球上で最も人類を殺害する生物となっている。マラリアなどの原生動物病原体、フィラリアなどの線虫病原体、 大熱病、デング熱、農園、ウエストナイル熱、チクングニア熱、リフトバレー熱などのウイルス病原体を媒介する。日本を含む東南アジアでは、主に小型赤いエカが日本農園を媒介する。地球温暖化の影響で範囲が広くなっている問題もある。蚊による病気の中で最も罹患者を呼び、死者の多い病気はマラリアであり、 2015年には2億1400万人が、罹患して43万8000人が死亡した。こうした蚊による、伝染病は、蚊の多く生息する、熱帯地方に発生するものが多く、マラリアをはじめ黄熱病やデング熱などはほぼ、熱帯特有の病気となっている。また、蚊が媒介する、伝染病は特定の種類の蚊によって媒介される、ことが多く、マラリアは、 浜だらか、黄熱病やデング熱は、熱帯島かや一筋島か、ウエストナイル熱は家か、やぶか、浜だらかによって媒介される。蚊によって媒介される、伝染病は、感染源によって3つのタイプに分かれる。家畜や、野生動物などからしか人間に感染しないもの、家畜や、野生動物及び感染した人間から人間に感染するもの、そして、 人間の間でしか感染しないものである。最初のタイプは、日本農園などが該当し、野生動物や家畜から吸血した蚊がウイルスを保持するようになり、その蚊が人間から吸血することでその人間に感染する。このタイプの場合、感染した人間から他の人間や動物には感染しない。二番目のタイプには、黄熱病やデング熱などが該当し、 野生動物及びそれらに感染した人間から、吸血した蚊がウイルスを保持するようになり、その蚊が別の人間を吸血することでその人間に感染する。三番目のタイプにはマラリアなどが該当するが、これらの病原菌は、動物は保持しておらず、感染した人間から蚊が吸血することによってのみ病原体が広まる。このため、周囲にマラリア感染者が、 全く存在しない場合は、マラリアに感染する可能性はない。一方、前2者のタイプにおいては、感染経路において、人は一部のみ、または全く関与していないので、感染者がいなくとも流行が起きることはあり得る。深夜の3から5時あたりでも活動しており、刺された痛みや歯音で睡眠を阻害されることもあり、日常生活に悪影響を及ぼす面でも、意味嫌われている。 俳句では、ウフラらもに、夏の季語とされる。滋賀県森山市は、湿地が多く、古くは、かの名所として知られ、人間ほどのかが出るという伝説があった。このかは狂言、もうに登場し、人間に相撲を取ろうと持ちかけて近づき、血を吸おうとするが正体を見破られ、扇で仰がれて退治される。 人の血を吸った蚊の体内に残る人 DNA 型を鑑定することで、吸血2日後まで個人が特定できることを、名古屋大学大学院医学系研究科の山本、俊光淳,淳教授らの研究グループが実験で確かめた。この研究では、グループは、殺虫剤、金鳥ルで知られる大日本女中菊の協力を得て、無菌状態で飼育された蚊を入手した。国内で、 一般的な一筋島か赤い絵かに人の血を吸わせ1時間後から72時間後まで数時間ごとに体内の人 DNA を抽出量や分解の程度を調べるとともに DNA 型による個人の識別を試みた7人の被験者で検証した結果吸血から48時間後まで DNA 型判定が可能だったといういつ吸われた血か。 半日単位で推定できることも分かった。グループは今後一匹で複数の人の血を吸った場合の識別や経過時間の精度向上を目指し実験を続ける。山本淳教授は犯罪現場では蚊にも刺されてはいけないという恐れが犯罪抑止につながればと話す。研究成果は2017年6月15日付米、科学史電子版に掲載された。 水たまりが発生源で、成虫は樹木や草むらで休むため、その近くは刺されないよう警戒したり、駆除を行ったりする対象エリアとなる。気温が摂氏18度以上あれば活動でき、さらに季節による気温の変化が大きい日本では、成虫は夏に活発な行動を見せる。日本気象協会は、アース製薬と協力し、地域ごとに蚊に注意すべき度合いを、 駆け足数として公表している。使用中のカトリーン広域対方式の電気カトリージューギに殺虫効果があるとことは古くから経験的に知られていた。また、蚊の一部の種は柑橘系の樹木、果実を嫌う習性があり、ネペタラクトンやシトロネラ油が機械剤として利用されるほか、夏みかん等の果実の皮汁、 果汁を人体に塗布する地方もある。動物には、気費効果のある成分を含む植物を体にすりつける、修正を持つ種もある。銅を沈めると、棒フラを弱らせる効果が発見されており、水の中に10円効果などの銅片を入れる、水の容器を銅製にする対策が行われたり、洗剤を水に溶かすと、海面活性剤によって、 ウフラが窒息し死滅することが知られている。現代的な駆除は、家庭内では主に夜間に、カトリ線香や、カトリリキッド、ハエやゴキブリなども、対象のスプレータイプの殺虫剤を使用して、駆除を行う。日本において科などに用いる殺虫剤は、医薬品医療機器等法に則り、厚生労働省が承認した、医薬部外品として取り扱われる。 蚊のための殺虫剤は、以下の通り。代表的な駆除器具かつて、日本においては、ヨモギの葉、蚊やの木、杉や松の青葉などを火にくべて、いぶした煙で蚊を追い払う、蚊やり火という風習が広く行われていた。また、こうした蚊を火によって追い払う道具は、蚊やり具、または、カビと呼ばれ、全国的に使用されており、大正時代まではこれらの風習が残っていた。 かの駆除器具として使用されているものとしては、かとり線香がある。ただしその歴史自体は、非常に新しいものであり、和歌山県出身の上山栄一郎が、線香に、女中菊の粉末を練り込んだものを1890年に開発したのが始まりである。かとり線香の殺虫能力は高く、大正時代末には、かやり部屋、かやり具にとって変わった。ただし、 カトリ線香も火を用いることには、変わりなく、安全性を高め灰の処理を容易にするために、かやり器と呼ばれる、陶器製の容器に入れて使用することも多かった。やがて1963年には、アレスリンを電熱によって揮発させ、殺虫効果を得る、電気カトリが開発され、煙や灰が出ないことから、1970年代には、普及し、 従来の蚊取り線香にとって変わった。また、同時期には、スプレー型の殺虫剤や、防虫剤も開発され、これもかの対策として広く使用されるようになった。蒸気のような可の駆除器具の代表的な企業としては、上山の起こした緊張や、アース製薬、フマキラーなどがある。防フラを捕食する。 言語老類の幼虫物理的機械枠から吊るされた、蚊ヤカの侵入を防ぎながら、空気の通りを妨げないものとして、窓に、網戸、屋内で蚊ヤがある。いずれも目が1ミリメートル程度の細かな網を、蚊の侵入方向に張り巡らせて、侵入を防ぐものであり、人間の侵入等の周りに吊るして防御するものが蚊ヤそれを押し進めて、 窓に網を張り毛全体への蚊の侵入を防ぐものが網戸である。この成り立ちからも推測できる通り、使用の歴史としては、蚊屋の方が、はるかに古く、古代から世界中で使用されていた。日本においても、中国から伝来し、すでに、江戸時代には、一般庶民の日用品となっていた。その後、昭和時代後期に入り、ガラス窓とそれを載せる冊子が普及して、 機密性が大幅に向上し、蚊の侵入する隙間が窓以外なくなったことから窓での蚊の防御に意味が生まれ、網戸が誕生して急速に普及した。現代においては、網戸はほぼ日本中の家で採用されていると思われるが、蚊帳は現代の日本ではあまり用いられていない。ただし、日本以外の国々、特に熱帯地域の諸国においては、蚊帳は現在でも 非常によく使用される。蚊やの使用は、熱帯地域における、伝染病の感染を減少させる有効な手段とされ、特に2000年頃に5年間ほど効果が持続する、ピレスロイド系の殺虫剤を添加した蚊やが、開発されると、世界保健機関や多くの NPO がこれを採用して、無償配布や援助を行うようになった。また蚊は、 風速1メートル以上の風が吹く、環境下では飛行できないため、扇風機の風を当てることでも防除はできる。蚊の駆除を目的としたものには、紫外線で蚊を誘引し、通電した格子に触れさせ、感電死させる電気補充器があり、同様に紫外線や二酸化炭素で誘引した蚊を、風力で捕獲する機器も登場している。侵入した蚊を駆除する方法としては、 電気の流れるラケット状の器具、電気排た,たきが登場している。物理的予防防フラの生息場所となる水たまりを可能な限り作らないことが重要である。それが困難な場合には以下の方法がある。また、水源から離れた場所に設置し、あえて蚊に散乱させた上で羽化した成虫を閉じ込める罠も商品化されている。同じような罠を、 ペットボトルなどで作成することもできる。ボウフラは水中の有機物を分解し、バクテリアを食して排泄物を出す。微生物も同じように有機物を分解し、排泄物を出すが、呼吸を水中で行うため、バクテリアが増えすぎると水中の酸素が少なくなり、生物が住めなくなってしまう場合がある。ボウフラはバクテリアを食べ、呼吸は 空気中から行うことで水環境を浄化する作用がある。蚊は吸血だけでなく花の蜜を吸って生きており、結果として植物の受粉を手助けしている。蚊がいなくなると10分に受粉できない植物が出てくることとなる。ありがとうございます。